どうも、哲学徒です。今回は、ヴァンパイアサバイバーズ、気になって買ってみたけど、まあ、序盤にね、どうやったら、効率的に、攻略ができるのかっていうことを気になっている方向けのね、解説動画を撮っていきたいと思います。まずですね、このゲームは、まあ、やられた方もすでにご存知かもしれないんですけど、風雷の試練とか、あとね、トルネコの大冒険みたいな、いわゆるね、ローグライクゲームと言われてて、まあ、レベル1でキャラクターを、まあ、選ぶと、まあ、そこからね、レベルを上げてって、ランダムでね、選べる武器を選んで、で、まあ、キャラクターを強化していくと。で、まあ、最終的に死んでしまうと、レベル1にまた戻されて、同じステージをね、周回していくっていう感じのゲームになるんですけど、まあ、どれ選んだらいいかとかね、そういうのも結構、いろいろとね、やり込みがいがあるので、やってみてほしいんですけども、まずね、まあ、周回する目的っていうのは、このゴールドを貯めてね、まあ、このパワーアップって言われる、まあ、初期の能力値ですね、攻撃力とかいろいろ上げられる要素があるんで、まあ、ここら辺を上げてもらうと。で、まあ、結構ね、どれを選んでも、まあ、いいんですけども、まあ、この強欲とかね、効果のね、取得率が上がるので、なんていうのかな、パワーアップに必要なゴールドを貯めるためにね、まあ、取ってみるのがいいかな、っていう感じがしますね。まあ、あとはお好みで、まあ、エリア広げたりとかね、あと、まあ、成長の結晶、結局このゲームって時間経過でね、敵がどんどん湧いてきちゃうんで、まあ、経験値アップつけとくと早めにね、時キャラを強化できて火力不足になるような問題がね、解決できるんで、XP アップなんかは結構おすすめかなと思います。で、最初に始めた時に、一番ね、引っかかるところって、まあ、アイテムがね、うまく並ばない、候補に出てこないよっていう方結構いらっしゃるみたいなんで、最初のおすすめはですね、このアチーブメントっていうのをとにかく、進めていく。まあ、これってまさに、何度も挑戦すればするほどね、アイテムが追加されていく要素なんですけど、まあ、このレベルね、レベル5とか10とかこういうところもそうなんですけど、特にね、おすすめなのが、各アイテムをね、こう、のレベルを上げていったときに、追加で出てくるね、アイテムっていうのがあって、まあ、これをね、入手することで、武器をね、強化するっていうことができるようになってくるんで、まずね、ここら辺の、実績のところを一個一個埋めていくと、結構いいかなと思います。特に序盤私が、使いやすかったのが、このニンニクをレベル7に上げるってやつで解放されるね、おじいちゃんのキャラクターなんですけど、まあ、このキャラクターはもともとニンニクっていう、まあ、範囲攻撃を持ってるんで、まあ、ニンニクがね、序盤結構楽なんで、まあ、このおじいちゃんのキャラクターを解放するのがいいかなと思います。で、まあ、ここら辺でね、だいたい、一個一個こうやって、新しいアイテム出ていくので、まずはね、このところをどんどんと埋めていくという感じですね。まあ、基本的にも、武器が出てきたら、ランク7、ランク8あたりまで上げることによって実績を解放して、その武器の、強化っていうのができるようになりますので、まずは一つ一つのアイテム、あんまりなんていうのかな、いろんなアイテムを育てるんじゃなくて、まあ、今回はこの指輪をレベル4まで上げようとか、聖書をレベル4まで上げようとかね、そういう形で進めていくと、早いうちにね、強化アイテムが作れるようになるので、良いかなという気がします。で、ステージなんですけど、結構ですね、最初のこの狂乱の森のステージって結構難しめで、どっちかというとね、狂乱の森で20分以上、生き残れると解放されるこっちのね、象眼の図書館の方がね、やりやすいので、まあ、増加の図書館解放されたらこっちでやった方がね、むちゃくちゃ楽になりますので、やってみてほしいなと思います。で、ゴールドを貯めたいときは、こっちの増加の図書館で、30分以上生き残ると、このハイパーモードっていうのを選べるようになるので、ハイパーモードをオンにした状態で、図書館ね、プレイすると、結構ね、ゴールドの方も貯められるかなと思います。まあ、最初、おすすめはね、結構この、おじいちゃんのね、
ポーさんなんですけど、まあ、結構ニンニクって使い勝手が難しくて、範囲攻撃効くものの、中盤以降出てくる敵に関してはね、一撃で倒せなくなってきたりするので、まあ、そういう風に考えると、ニンニクは新スキルになっちゃうんだよね。モルタッチョさんのボーン、骨なんか結構強いんで、モルタッチョ、ボーさんで、まずはちょっとこう、プレイに慣れて、慣れてきたら、他のキャラクター、まあ、モルタッチョとかが結構おすすめかなと思います。でですね、ここから先はまあ、さっきの実績を埋めていくとね、徐々に解放されていくんですけども、このゲームですね、とにかく、ノーマルの武器をランク8まで上げて、で、それに伴う、もう一つね、サブのアイテムを、1個入手することで、まあ、例えば、魔法の杖であればね、こちらの聖なる杖の方にランクアップしたりとかすることができるんで、いいんですけど、これね、必要になるのは、この、魔法の杖の、ランク8と、あと、空白の書ですね。これですね。空白の書の、まあ、これはレベル1でもいいので、とにかく、なんていうのかな。武器を選んだら、必ずその対になる、強化させるためのアイテムを、選んであげるってことが必要になるので、まあ、武器取って、アイテム取ってっていう感じの順番でやるといいかなと思います。大体まあクリアに必要なのが、まあ、こういったね、強化武器のランクで4つぐらいね、あると、まあ30分十分生き残れると思うので、まあ1個とか2つとかね、この強化武器まで行っててもなかなかきついんですけど、4つ合わさると結構突破できるので、4つぐらい集めてほしいなと思います。で、おすすめのまあ武器はいろいろあるんですけど、私としてはね、やっぱりこのゲーム、周囲からこう敵が、打ち寄せてきちゃうんで、周りに対して攻撃が、届くものが良くて、この斧の強化武器ですね。斧のランク8と、あとキャンドルを、ろうそくですね。ろうそくを持つことで、手に入る、この、デススパイラルっていう武器があるんですけど、これね、斧がね、周囲に、ばらまかれるような形になるので、これも結構おすすめですね。で、ろうそくの効果で範囲が広げられるんで、結構その効果も大きくて、かなりね、こう、大きな円を描いて、攻撃ができるので、まあ、ろうそくと、あとこの、斧で作れるデススパイラル。そしてもう一つおすすめなのが、この土の聖書のランク8と、あとね、こっちの、こっちかな。スペルバインダーの組み合わせで発動できる、この浮上の天霊っていうのも結構強くて、円形に攻撃がね、ずっと出続けるんで、こいつも結構、おすすめできるかなと思います。で、あと、炎の杖と、あと、こちらのね、ヘルファイア、ほうれん草。ほうれん草結構強くて、ダメージ付与がね、10% 上がるっていう効果があるんで、まあ、ほうれん草は、まあ、他のビルドとのね、兼ね合いもあるんで、ほうれん草と、あとこの炎の剣ね、一緒に取ってあげることで、こっちのヘルファイアにしてあげるっていうのも結構良かったかなと思います。で、ニンニクは、そうですね、ニンニクの進化系の、ソウルイーターっていうのがあるんですけど、結構ね、これ、もともとニンニクにはノックバックがあるとか凍結があるんですけども、ソウルイーターに進化させるとね、その効果がなくなっちゃうんで、逆に敵に入り込まれやすくなったりするので、まあ、ニンニクはね、ある程度の強化で留めて、他の円形状に攻撃がいくね、ものと組み合わせてあげるのがいいかなと思います。結構私はこの聖書をね、メイン火力にするっていうのに、ハマってますね。はい。で、あと、結構強めなのが、今私が発動してるやつだと、このね、雷の指輪と、あと、副車の輪ですね。この二つを組み合わせて作る、サンダーループっていうのがあるんですけど、これ結構強くて、
なんていうのかな、今日他の強化武器が発動してても結構その中に敵に入り込まれてね、30分持たないなんてこともあるんですけど、このサンダーループ入れるとね、近づく前に画面内にいる敵に攻撃が当たって溶けてくれるので、まあかなり30分余裕で生き残りやすくなるんで、まあこのね、雷の指輪の進化系であるサンダーループはね、結構お勧めできるかなと思います。で、あと、まあ、このゲーム結構やっぱり、レベルを上げる回数によって敵のキャラクターの強さが決まっちゃうので、そういう意味で言うと、サブのアイテムで、経験値がアップするやつですね。この、土管、王冠ですね。多分なんかね、このゲーム、翻訳が、王がね、上の棒がなんか切れちゃって土管に見えるんだけど、王冠だと思うんですよね。王冠ですね。キャラクターの XP が 18% アップするっていう効果があるので、まあこれも使ってみてほしいなと思います。で、一通りこれで、強いね、装備なんかはご紹介してきたんですけども、あとまあ序盤でね、役に立つものとしては、概要欄のね、ところに一応テキストで貼っときますけど、このメニュー画面でね、入力すると、ゴールドがね、約3000ゴールド近くもらえる、隠しコマンドと、あとね、隠しキャラクター、このXダッシュっていう、キャラクターを追加できるコマンドを概要欄に貼ってありますので、それ入力しとくとね、まあゴールドは1回なんですけど、まあ3000ゴールドぐらいもらえるんで、序盤としてはかなり大きなゴールド獲得になるし、で、あと隠しキャラの方もね、なかなか面白いので、ぜひね、追加してみてほしいなと思います。特にこのキャラクターに関しては、鳥が最初からね、ついてるんで、鳥の強化系ですね。この鳩と、カラスをランク8まで育てる必要があるんで、まあ最初から鳥がいるね、このキャラクターとかも、面白いんじゃないかなと思います。まあ、基本的にはね、このアチーブメントを埋めながら、何回もね、プレイすることによって強くなっていくので、まあ、効率的にプレイするんだったら、まずはこのアチーブメントを一個一個埋めるっていうのを、考えながら進めるとね、すぐに、30分生き残れるような感じになるかなと思います。で、あと操作なんですけど、基本的にこのゲームね、WASD で操作するか、あるいは方向キーで操作するっていう方法があるんですけど、結構ですね、プレステ4のコントローラーとかにも対応してて、普通に USB でコントローラー挿すだけで、まあ、使えるようになるんですけど、まあ、WASD とか方向キーって斜め移動とかね、慣れるまで結構大変だったりするので、まあ、なんていうか、アナログスティックでね、直感的に操作できるんで、もしね、まあ、Xbox コントローラーとか、PS のコントローラーもお持ちの方がいたら、コントローラーを挿してね、プレイすると結構いいんじゃないかなと思います。で、まあ、PC のスペックについてもね、聞かれたんで一応お答えしておくと、私の PC は、まあ、メモリも 32GB 積んでて、あとまあ、CPU も Core i7 の、まあ、最上級グレード。で、まあ、グラブはそこそこのやつを積んでるんですけど、結構ですね、このゲーム、終盤になってくると、敵の数が大量に増えてくるので、かなりね、ラグくなるかなとは思うので、なんていうか、レトロな見た目であるものの、まあ最近のね、ゲームがまあ問題なくプレイできるぐらいのスペックはあった方が快適に遊べるかなという印象がありますので、ぜひね、参照スペックのところは、まあ、Steam のね、概要ページをよく見て、から遊んでみてほしいなと思います。まあ、300円でね、本当に、まあ、約20時間ぐらいね、やり込めたんで、まあ、今後ね、こう、ステージ追加とか、要素追加によってね、さらに面白くなっていく感じじゃないかなと思いますので、ぜひね、今のうちに、購入してみてほしいなと思います。まあ、早期アクセス版なんでね、おそらく、正式リリース版になるとね、価格が上がったりとかそういうこともあるとは思いますので、ぜひね、私の、チャンネルの、プレイ動画とか見て気になった方は買ってみてほしいなと思います。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。
あ、すいません。ちなみに、追加なんですけど、このゲームですね、基本的に、武器が6枠、そして、サブのね、アイテムが6枠っていう感じで、追加されていくんですけど、おすすめとしては、最初にね、武器6枠どんどん取ってっちゃった方がいいと思います。そうするともうそれ以外の候補出なくなってくるので、まあ、強化もしやすくなっていくと思うんで、で、その武器に対応する、サブアイテムの方を優先的に取っていくって感じですね。なんかどうしてもその候補の中に、なんていうのかな。自分が選んだ、武器に対応するね、ものがつかなくなっちゃうと、進化武器にね、進化させるのが難しくなっちゃったりするので、そういう意味では、基本的にはその武器に対応したものが出たら、そのペアで取っちゃうってのもいいかなと思います。まあ最初に武器大量に取っちゃうと結構火力がきつくなったりするんで、それもケースバイケースではあるんですけども、最初に欲しい武器が出たと、最初に出現した瞬間に取っちゃうっていうのが意外とね、終盤、ビルドが完成しやすくなるんで、おすすめの組み方になるかなと思います。まあここら辺はね、ちょっと、まあ、好みに分かれるところかなとは思うんですけども、まあ方向キーだけでね、操作できて非常に奥深いゲームですので、ぜひね、やり込んでみてほしいなと思います。このチャンネルではね、こういった、まあ、ローグライクゲームや、ハクスラ、そしてディアブロシリーズなんかのね、攻略解説動画や、まあ、配信なんかも行ってますので、ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。